事故に遭われた方が担架に乗せられ運ばれていきます。朝の通勤ラッシュ、大勢の人が行き交う東京都心の南青山、この大通りで事故は起き、辺りは一時騒然となりました。歩道に乗り上げて街灯にぶつかり、フロント部分がめり込んだタクシー、その勢いで道路標識はなぎ倒されていました。近くの横断歩道にはバイク便のオートバイが倒れ、そのそばにはタイヤがひしゃげた自転車が。昨日午前9時前、朝の通勤の時間帯、東京南青山の交差点でタクシーなど車5台が絡む事故が起きました。この事故で自転車に乗っていた80歳の女性が意識不明の重体、他に3人が軽い怪我をしました。多くの歩行者や車が行き交う交差点で一体何が起きたのか。警視庁によると、69歳の男性が運転するタクシーが交差点の手前で乗客を降ろし発進、一番右の右折レーンに進路を変えようとしたところ、後ろから来た乗用車と衝突。その弾みで信号で停止していたバイクと軽自動車に衝突した後、歩道に乗り上げ、自転車の女性と歩行者の男性をはねたのです。30名は信号待ちで待っている。猛スピードで突っ込んでぶつかって、ブレーキは気にもしてないし。タクシー会社によると、運転手の男性は勤続30年ほどのベテラン、69歳と高齢ですが、乗務に支障が出るような持病はなかった。